ちょっと高いところから指定します。今私がいるのはお馬さんの上、十和田市にある十和田乗馬クラブにお邪魔しています。ここ十和田乗馬クラブの広大な敷地内には40頭もの馬がいるんです。私のような初心者でも乗馬体験ができるんです。上村さん、馬を上手に操るポイントとかってありますか？そうですね、リラックスをして愛情を持って行ってもいただければ。なるほど。なんか目線が高いんですごい気持ちいいですよね。そうですね。今日はここから春の初めにふさわしいこの民謡を選んでみました。聞いてください。誰が